この夏、彼らは大きく成長しました。磐田東サッカー部、連覇をかけた夏の県総体はベスト8敗退。込み上げる感情、ある理由がそこにはありました。ちょうど1年前、17年ぶりに果たした県の頂点に磐田東は沸きました。しかし歓喜に沸いた選手たちに戦いの間は訪れませんでした。サッカーに勝ち、コロナに負けました。寝て起きたら熱が出てたんで、すごいショックでしたね。新型コロナの感染が広がり、出場辞退。青春をサッカーにかけてきた彼らにとって、それは残酷な現実でした。一人のせいにしないように声をかけたり、その自分たちが最初になっている可能性もあるので。涙を拭い、絆を深める磐田東サッカー部。葛藤の中で再び前を向いたこの1年を密着しました。